はい、皆様こんにちは、こんばんは、ヒロです。今日はギターのっていうかマルチですね、マルチエフェクトのパッチ、これです。今日はLINE6 をちょっと今ずっと最近ね、これ使ってるんですけど、Pod Go ですね、これのパッチについてお話をしたいと思います。ちょうどこれちょうどいい話ができそうなのでね、これを今日は持ってます。ですね、私最近、ちょくちょく動画でもしょっちゅうですかね、喋ってます通り、ちょっと音楽のチャーチの方で音楽のお仕事をしてまして、弾いてもおりましてね、演者の方ですね、仕事をしておりまして、通常私の好きなハードロックの音楽と違って、やっぱ音が結構違うじゃないですか。ああいうコンテンポラリーチャーチミュージックってね、音が全然違うので、どちらかというとあまりハイゲインじゃなくって、こう、ズン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 とね、歪まないような音。でも、そこそこオーバードライブを聴いてたりとかするような音ですね。ボックスのアンプとかマッチレスみたいなそういう感じの音を作っていかなきゃいけないということで、かなり私的には得意じゃなかった音です、はっきり言えば。そこで、どれを使えばいいのかなっていうことで、いろいろなエフェクター、マルチいっぱい持ってますからマルチでやろうと。で、今ですね、チャーチとかああいうステージではアンプをほぼ使わないんですね。実際にプロのギタリストの方、ミュージックプロデューサーの方とかもですね、足元見るとダイレクトボックスでそのまま出してるんですね、 PA の方に。もうアンプは通さないそうです、びっくりしました。でクラスになるとアンプ使うのかなと思ったら、やっぱハードロックのコンサート以外は使わないみたいですね。それで私もそうなってくると、じゃあマルチメインの方がいいなと。これをそのままもう箱をバーンと持ってってこのまま PA に出した方がいいなと思うので、こういうマルチ系で音を作ろうと努力して、でかなりのマルチを使って音を作ってみました。それこそボスの GT 線もそうですし、アンペロもそうですし、あとこの Pod Go ですね。で、特に Pod Go は、この LINE6 はチャーチミュージックに割と適したパッチがたくさんあるんですね。なのでチャーチミュージックに使ってる方本当多いんですよ。はい、多いです。で、私もだからそれでこの LINE6 を手に入れたんです。そういうパッチ、どなたかが作ってくださったチャーチ用のパッチを使いたいと思って、わざわざ買う。それが本当にこれを買った一番の理由です。はい。チャーチのね、方で弾こうとなったので、欲しくなって買いましたが、結論から言いますとね、うまくいきませんでした。音作りの話ですけどね、ダウンロードできるパッチをね、20個ぐらい、とにかくその何て言いますか、チャーチ向きの音楽っていうカテゴリーがちゃんとあるので、ワーシップっていうカテゴリーがあるので、そこ向けのパッチを探して一個一個全部入れていきました。で、パッチの名前も、あ、これはあの曲のパッチなんだなという名前がもう入ってるパッチを入れてどんどんやりましたが、結局どれも満足する音出ませんでした。なんか違うんすよ。全然、もう言ってしまえば全然ダメなんですよ。やっぱりね、思ったんですけど、その作ってる方の機材の部分の影響が大きいんじゃないかなと。いわゆるギターだったりとかね、環境がすごく大きいんだろうなと思いまして、なのでね、私のハイゲインのピックアップが入ってるギターにはほんと合わなくって、カッチカチの音が出るんですよ。それでもうこれ手放そうと私ダメだったらすぐ手放しますからね、すぐ断捨離しますからね、しようと思ったんですが、で、先日彼らとですね、そういうプロの方々、ミュージックプロデューサーの方とか、あとプロのシンガーの方、もうコンサートツアーもして音楽だけでご飯を食べてる方々ですねと、そういうちょっとね、話をする機会があって、音出しをしてジャムセッションして、で、音作りの話だとか機材の話、音楽に関する全般的な話、もっと言えばですね、その演者としての心構えみたいな、ギタリストとしての心構えで、プロの心構えみたいな話もいろいろ聞きましてね。それで、これすごいいい話だったんですよ。もう全部メモったんですけど、すごいね、いいお話でした。それでその時に思ったのが、すみませんね、今日ダラダラですよ。思ったのが、やっぱりプロの方は機材を本当にね、一つの機材を大事にされる。これはね、ギターもそうですし、私のように特会非会ということはあんまりしない、もう一つの機材が使ったらずっと使ってるって感じで、それで機材をね専用にするっていうのがあるんですね。そのいろいろな機材を持たれてもいいんですけど、このギターとこのエフェクター、このマルチはもうこれはチャーチ専用の機材なんですよっていうやり方するんですよ。私のようにチャーチにも持っていくし、ハイゲームも弾いて、そのロックメタルもやってみたいなギターを、オールマイティなギターを求めてないんですね。このチャーチのこういう働きにはこのギターがいいと。そしてこのセッティングがいいって決まってまして、なのでチャージの時はこのレスポール使うんだ、この機材を使うんだっていう風にされてるのを見て、私自身心を入れ替えまして、せっかくチャージ用に買ったこの機材ですね、もう他のアンペロとかはもうバリバリメタルのいっぱい音やってますから、じゃあこのポッド GO はチャージ用にしようという風に決めました。そしてパッチ、誰かが作ってくれたパッチをいろいろ、その後もまだまだいろいろ調べたんですけどね、取り込んでやってみたんですけど、やっぱりね音ダメなんですよ。それで結論としてですね、人が作ったパッチはうまくいきませんということで、特にロックミュージックメタル系はなんとかなるんですけど、基本的にねあんまり人が作ったパッチ良くないですね。はい、ということで私はねゼロからこのポッドゴーにね、ゼロからマニュアルを読みながらアンプを一個一個選んでゼロから作りました。私他の動画で音の作り方って言ってますけど、我に書いてですね、そんな小手先のせこいことせずに一から作り直そうということで作り直しましたところ、とてもいい音ができました。驚くような音が出ました。なのでもうね今後自分で作ることにしました。苦手だと思われたチャーチ系の音も案外簡単に作れたんですね。ですのでこのポッド GO 専用機材とすることで、もうこのステッカーも貼ってですね、これ空間系が青で、これがディレイで、これがリバーブで、これがオーバードライブ、他にももちろんあるんですけど、このポッド GO のいいところはね、割り当てをここに置けるんですよね。それぞれのペダルを、ここの画面とこうね合わせることができて、でこの色っていうのはポッド GO の中で決まってる色なんですね。リバーブはオレンジ、ディレイは緑、オーバードライブは黄色、空間青っていうふうになってるので、同じ色のこのラベルを貼ってですね、で常にここに、例えばリバーブならリバーブ、ここディレイならディレイが来るようにちゃんとセッティングアサインをしておけば、そしたら何も考えずにパンパンと踏めるじゃないですか。曲の間にね、この曲のパッチはオーバードライブがここだったかなども考えたくないので、そういうふうにしてもうこれは専用機材にしました。ということで今日は何が話したかったかというと、ここまで来てやっと結論かよって、何の話だったんだってとこなんですが、人が作ったパッチはあまり良くないです。できれば人が作ったパッチを改造するのもいいですよって話を私してましたけど、それはね大まかな部分で気に入ったパッチじゃないと、まるで違うなと思う音を作り直そうとしても、それはねドツボにはまるだけですから、であればゼロから作ることを勧めます。ゼロからの作り方は私の他の動画でもラウドネスの音を作ろうですかね、やってますけども、基本的にはやり方で合ってますから、見ていただけたらと思います。またその辺機材とか音の種類で何か質問ありましたらぜひご連絡ください。実際にできるかどうか分かりませんが、私的にチャレンジしてみて、うまくいったらまたシェアしたいなと思います。はい、ということで今日はここで終わりたいと思います。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。それから各種 SNS もやっておりますので、よかったら見てください。そして新しい英語チャンネルも開設しました。その名も拾いたいミュージックフォーワールドということで作りましたので、そちらの方も、英語ばっかりのね、トークになりますけども、よろしければぜひ見ていただけたらと思います。基本的にはこの日本語で撮っているこのチャンネルとはコンテンツは変わります。全く同じものはやりません。いちいちですね同じ内容を2回やるってやっぱりきついじゃないですか。で口が合ってないから字幕にするにしても面倒くさいので、もう取り直しはせずに、もう日本語なら日本語、英語で取ったら英語っていうことで別々のコンテンツを考えてますので、そのトピックは被ることありますけど、でもアプローチの仕方はやっぱり全然違ってくると思いますので、まあなのでもしよろしければそちらも見ていただけたらと思います。一応概要欄の方に書いておりますので、よかったらぜひ見て登録してください。お願いします。ありがとうございました。ヒロでした。バイバイ。